ポイントパーキングです。大丈夫です。バッチリ聞こえてます、今日はなかなか天気良くていいですね。右側の青い海と青い空がなって最高のドライブかもしれません。どうぞ。私の場合はいつも天気のいいところばかり行ってるんで、まあこれが普通といえば普通なんですけどね。だから天気のいいところ狙っては出て2泊3日3泊4日で、帰ってくるんですけど、なかなかこのルートもなかなかいいですよね。結構、遠いんだけど、こう左側のこう山もちょっと紅葉になってきてるし、ススキノも見えるし、今バッチリ動画撮ってますから大丈夫ですよ。道路のつなぎ目はね、あれ11トントラックが合材っていって、この合材を運ぶでしょ、この路面のあれの1台分なんですよね。だから連続してトラックが来るとこういうふうに1本分のこうつながってるんですけど、田舎行くとやっぱりトラック来るのを待ってるもんだから、そのたんびにごってんごってんの線が1台分ずつ入るんですよ。そうですね、田舎はやっぱりダンプのあれが来るんで、1台来ては1台分だけ舗装して、でまた待ってるうちに次が来てということなんか段がつくんですけど、こういうところは連続してどん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 来るもんだから、こういう一本ものの綺麗な路面ができるんですよね。あとこうやって
ゴテゴテしてるところは、冬の間に縛れて、コンクリートの間で水が入ってて、それが冬の間縛れて、剥がれて、それを補修してるもんだから、で、ゴテ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 になってるんですよ。普段はあまり走らない道ですよね。みんな噴火湾の方の近くを走るんで、ここは遠回り、そして函館から来る人が、時計回りに回るときにここの、道路の反対側を通っていくということで、今ここは西海道なんですよね。でこれからだんだん北上していくと、どっか留萌あたりからかな、オロロンラインっていうふうに名前が変わるところですね。GPS は68キロですね。 GPS は68キロでスピードメーターは70キロを示してますね。スピードメーターはですね、車のスピードメーターはプラス6キロぐらいオーバーに振ってますね。実測の方から比べるとやっぱりマイナス、ちょっとスピードメーターの車のスピードメーターの方が大きく6キロぐらい振れるということですね。これはスピードメーターの誤差なんですよね。誤差を認められてて、これが大日の青山茂春とかが戻せ戻せ戻せって言ってるんですよね。今の車だったらもう全てデジタルでやってるんで、デジタルだから正確なこの今60、59キロとかそういう正確な数字が出るんですけども、昔からのそのアナログの計算のプラス側に振ってるんですよね。そうすると実際車の1リッターで走る燃費の距離が多く走るように表示されてるんで、それを改善せよとなかなか言ってるんだけど、業界の方は改善しなくて、あくまでも実測よりもプラス6キロぐらいを振ってるみたいですね。車のメーターはプラス6キロぐらい、5キロから6キロぐらいオーバーに振ってるんで、警察に捕まったとしても警察の車っていうのは実際の実測の GPS のスピードで見てるんで、大丈夫ですね。だから車のメーターを見ながら走ってれば、実際60キロ走っても実際は54キロとか55キロで走ってるっていう風に実測はなるんで、捕まることはないのかもしれませんね。あと私の場合は警察捕まりませんように、スピード違反を事前に分かりますようにということを全部神仏にお願いして出てきてるんで、なんとかこう助かってますんで、どうぞ。
私の前も本当にゆっくり走ってますね。だけど一応あのレーザーの探知機とレーダーの探知機をつけてますね。あのパトカーがですね、あのステージが合うとあのクラウンとかの大型の普通のパトカーだとレーザーついてますね。だからレーザー照射されてすぐ捕まる可能性があるんで、パトカーとステージが合うときミニパトは平気でステージが合うんですけども、あのクラウンクラスの車来たときには屋根の上にレーザーの発信機つけてますんで、ゆっくりスピードメートを見て確認しますけどね。あと昔のそのレーダーの方、電波の方は警察の方がその電波管理者、いわゆる資格のある人じゃないとそれ使えないんで、今はだんだん減ってきてますね。北海道の場合はほとんどもうレーザーの方に変わってますね。大抵今レーダーの方は固定式ですね。固定式の田舎のところの学校のスクールゾーンでやってるのがレーダーですね。あとパトカーの上についてる真ん中の方についてて、こう四角いタブレットみたいな感じのやつついてるのがあれがレーザーですね。光の方ですね。これ左側にパトカーいるけど、これミニパトは全然なんともないんだけど、本当にパトカーが狙ってますし、往復でやりますからね。向かってくるやつと遠ざかる方両方であれ測定できるんですよね。また走りながらも自分の車のスピードを差し引いて対抗するときは足してというふうになんかいろいろやって、もうとにかくレーザーの車にパトカーだったら本当に 100% 捕まるっていう感じですよね。今のこの運転仕方後ろから見てますけども、おとなしいから大丈夫ですね。まあほとんど一定速度で走ってて、50キロも60キロも一定速度なんですけど、まあ大体大丈夫ですかね。まあキャンピングカーだったらスピード出して走るっていうのはあんまりそういう認識ないんで、捕まることはないかもしれません。私の私の車はこれバンなんで、商用で使ってるなということで若干多めに見てくれる可能性はありますね。まあ私の車普通、外から見たら普通の車に見えるから、まあ仕事してるなっていう感じなんでしょうね。どうぞ。法定速度っていうのはですね、冬に合わせてるんですよ。夏はちょっとこの法定速度だと十分遅いなと思うんですけど、冬のアイスバーンになってくるとですね、これがまたちょうどいいんですよね。だから私は今のところはこうやってちょっと早めに走ってますけど、冬になってくると法定速度までも出せないことありますね。だから北海道の道っていうのはやっぱりこの冬のアイスバーンとかその辺のことを考慮してこの道路標識の速度設定になってますね。
この前ですね、オートバイの方から話聞いたんですよね。北海道は確かに風景がいいって。で、最初は大きなオートバイの大排気量の1200とか、まあ700とか800とかって大きなバイクで走るらしいんですよ。それがだんだん年取ってくると小さくなってきてって、スーパーカブとかになってくるんですよね。だから、速いバイク、大きな排気量だと速く走りすぎて風景が見れないと。一番見れるのが自転車だって言うんですよね。だけど自転車っていうのは若い頃でないと自転車できませんからね。だから学生さんが自転車でゆっくりキョロキョロ見ながら走ってるのが一番風景が見れていいって言うんですよね。で、だんだん大きなバイクになってくるとそれなりのスピードで走るもんだからほとんど見えなくて、もうツーリングを運転を楽しんでるっていうところで精一杯だっていう話を聞いてますね。なかなかおっかないところで止まってるから本当気をつけなきゃダメですね。結構車も譲ってくれる車もいるんですよね。だからウインカーつけて左側に寄せて抜いてけっていう車も北海道結構いますから、私もそれやってるんで、オートバイとかが来るとウインカーつけて先に行けっていうふうにやってますけど。オートバイが来た時には私は譲ってあげるようにしてますね。まあキャンピングカーとか私の車もそうですけど、上り坂になってくるとスピード落ちるんですよね。で、下り坂になってくると今度速くなるんだよね。だからそれがだんだん私も慣れてきて分かってるんで、もう上り坂になったら、今これ5速のオートマなんですけど、4速とか3速に自動的にもう落としちゃいますね、自分で。そしてエンジン軽く回して上っていくようにしてます。だからまあ下りだけではスピード増すし、上りだけでは落ちるっていうこと十分承知の上でアクセル踏んでますね。ちょうどタイミング悪いんだわ。電話来たっていう時にトンネル入っちゃったんだもん。まあそのうち用があればまたかけ直すと思いますけど、だけどこのトランシーバー熱くなってきた。手のひらがもうあちちだわ、なんていうか、こう電池のところが。やっぱり送信してるとやっぱり相当これ電気食ってんだね。そんなにパワーいらないよ、近いんだから。ちょっと休みます。手のひらがですね、熱いんですよ。持ってられないぐらいに熱いんですよ。了解しました。
車のライトついてますよ。寄ってしまうときはどうします？寄ってきますか？はい、了解です。上にもこう赤いテールランプがついてて、これなかなかいいですね。いかにもこの外車って感じしますね。いや、なかなかいいですね。普通国車だったら後ろの下のテールランプだけなんだけど、上もつくっていうんで、やっぱりいいですね。かなりやっぱりちょっとおしゃれっぽいですね。あで、屋根の上にあのルーフボックス積んでるけど何入れてるの？
旅行ですね。やっぱりキャンピングカーだからいろんなものを積んでますよね。まあ、私の車も一応スコップは下の方にちっちゃいスコップ積んでますね。あとはチェーンは積んでないんで、スプレー式のチェーンっていうのかな、シューってやってからチェーンの代わりになるってやつ使ったことないですけどね、それは持ってますね。まあ北海道もそろそろだけど、まあ本州に帰るまでは雪降らないと思いますから大丈夫ですよ、夏タイヤで。北海道まで来るんだから、北海道何やるかわからんから、やっぱりそれなりのフル装備してるんですね。まあ私みたいのはすぐ帰れるなと思うから気軽な感じで出てくるけど、やっぱり、本格的にやっぱりこうやってツーリングで走ってくるとなれば、やっぱりそれなりのまあ準備をされてきてますよね。なかなか、まあ後ろから見るとなかなかいいキャンピングカーですね。足回りもリアの足回り見えますね。これやっぱり四輪独立になってるのかな。リジットではないですね。これフォルクスワーゲンってことは SF でしょこれ。後ろから見てもね、ふわふわしてるの分かるんだわ。してリアのタイヤが左右独立拳眼だと思うんですけどね、まあ、WC もかもしれんけど動いてるのが見えますよね。やっぱりクッションがいいなっていうのは後ろから見てるの分かります。私の車も比較的クッションは硬いんですけど、ミシュランのタイヤ履いてるんですよ。でミシュランのタイヤっていうのはやわいんですよね。でエアの方はフロントが 2.2 かな、リアも 2.2 かな、エアうんと落としてるんですよ。だからタイヤのクッションのおかげでこのキャラバンちゃんはふわふわして走ってますね。ミシュランのタイヤっていうのは国産のタイヤから比べると 1.5 倍高いんですよ。ダンロップから比べても 1.5 倍高いんだけど、2倍持つんですよ。私もそれ最初知らなくてですね、ディーラーに、私日産のディーラーの方にいつも車を入れてるんですけど、そのディーラーの人がミシュランのタイヤは2倍高いけど、いや 1.5 倍高いけど2倍持つよと言われて、確かにそうだと思いましたね。で溝がですね非常に深いんですよ。だからもうほとんど私のスリップサインに出るぐらいなんですけども、柔らかいし溝が深いし、エアも少なめでも十分いけるんですよ。だからこれにしてよかったなというふうに思ってます。LT タイヤありますね。私もこれミシュランの LT だったんですよ。15プライスだったかな。この車検が通るタイヤです。私は夏の8月に車検なんですけども、その時もユーザー車検で私自分で通すんですよね。で毎年車検なんですけども、 2年に1回はディーラー持ってってブレーキばらしてもらって全部の車検通すんですよね。それ以外の
まあ、1年おきになるんですけど、ユーザー車検で陸運局に持ってって通します。その時もタイヤの方はちゃんと車検の通るタイヤがミシュランであります。だけど今ウクライナのこともあってですね、ロシアで作ってるらしいんですよ、このミシュラン。いや、ウクライナかなで作ってるらしいんですよ。でなかなか入ってこないから手に入りづらいですよって話は聞いてますね。カモメ島だと思うんだけど、軍艦島っていうのかな、なんか反戦があるとね、まあそこで一休みで、今9時50分でもうすぐ10時で、もうちょっと走ればどっかでお昼は食べれるかもしれませんね。またこれ送信してるとまた手のひらが熱くなって持てなくなってきました。どうぞ。
これから乙部町までずっと走っていかれると思うんですけども、乙部町は土砂崩れで迂回路があるんですよ。で、迂回路に入りましたらすぐですね、左側に迂回路に入って300メートルぐらい行ったらすぐに右に入る道があるんですよ。そこ行くとですね、すぐ近くでまた本線に戻れます。迂回路のまんまの標識で行きますと、うんと内陸まで入れられちゃうんで、すぐ迂回路に入ったら300メートルぐらい行ったらすぐ右の方に入る山道がありますんで、舗装されてますが、そこを通ることをお勧めします。そうですね、こっちから行ったら迂回路に入ったらもうすぐ 200m ぐらい行ったら右の方に入る道があるんですよ。地元の車結構走ってると思うんですが、そこを走っていくとまた本当にすぐ 3km か 4km 走ったらまた本線に戻れます。了解したら一緒に噴火湾抜けますかね。このまま行って朝部道の駅で休んで、朝部から噴火湾に抜ける道があるんですよ。で、噴火湾に抜けて私の場合は右の方に、5キロぐらい行くと濁り岩温泉新栄岩で、そこに入浴してから U ターンしてまたビバイの方に帰ろうかなというふうに思ってますが、どうなされますか。しました。まあ、したらまあ、お昼ご飯までということで、もうすぐカモメ島着くんじゃないかなと思うんだけど、結構遠いね、カモメ島まで。入れてないんでわかんないですね。だけど、まあ、後ろがついていけばいいかなと思ってるから、大した後ろがついてくるの楽ですよね。スピードメーターも気にしなくていいけど、とにかくついていけばいいなっていうことで本当に楽にしてます。どうぞ。そういえば少ないですね。今日は火曜日か。まあ平日だから、まあこんなもんかもしれないですね。だけど本当に天気が良くて、右側海で海も大した荒れてないし、光がキラキラしてるし、なかなかいいドライブですね。ああ、こんなとこ滝あったんだな。私の場合は1日300キロが走るのが大体普通なんですよね。だから全然長距離は気になりませんけども、まあ、この道はなかなか本当に見応えのある道で、右左見ながらなかなかくねくねしてるけども、なかなかいいルートですよね。怖いですね。この西新街道はまだマシなんですけど、留萌からオロラナに入っちゃうともうすごいですね、冬の間は。だからあそこは行かないことにしてます。
まあ、横流れの吹雪の中走って、下はアイスバーンということで、なかなかすごいんですけど、オートバイの人が年末年始宗谷岬まで行くんですよね。だから泥のない走っていく人と内陸走っていく人といいますね。内陸走る人は吹き溜まりの雪がたくさん多いんですよね。して、泥のない走って稚内行く人はアイスバーンだって言ってますね。シェルターあるということはやっぱり相当なもんだっていうことなんですよね。あそこで避難するんですもん、シェルターの中で風雨になったら。だからやっぱり冬はやっぱり相当すごいところだと思いますね。私は冬になってくると、その峠越えしないで峠の内側にちょぼんと入ってて、そこでまあ近くの道の駅で車中泊して、車中飯作ってなんかしてやってるんですけど、今の時期はもう遠出しますけどね、冬になってきたらほとんど遠出しませんね。旅行者がですね、ぶつかってくるんじゃないかっていう恐怖がありますよね。まあ、上手い方ばっかりなんだけど、観光客の方がレンタカーで、中国人だとか台湾人、香港人、コリアとか、その辺がもう冬道慣れてない人が結構レンタカーで走るとおっかないですね。だからレンタカー来たら気をつけなきゃなんないなというのと、冬はできるだけ走らないで、近場で車中泊しながら過ごしてます。標識とかその辺のあれ分かってんでしょうかね。分かってない人も結構多いんじゃないかなというふうに思いますね。あと露天風呂とか吹上温泉行っても、ヨーロッパ系の外人の人も来るんですけど、その方はゆっくり入ってきますよ、波立てないように。だけど中国人とか香港人とかコリアあたりはもうジャバジャバっていう波立て入ってきますもんね。やっぱりこれ民度の差っていうか、やっぱりその辺の違いが分かりますね。吹上温泉の手風呂行くと、やっぱり観光有名な観光地っていうか、なんで結構見物客も多くて、まあ温泉の文化のないとこから来る人は喜んで入ってますね。水着を着てるかすっぽんぽんかどっちかですね。すっぽんぽんの人は大喜びして入ってますね。
左側が食堂ですね。浜のなんだかちょっとまだ早いけど。
Thank you.